で最初もう何年になる6年何年5年ですね。いやいや、あの僕があの心筋梗塞になったのは5年前だから。そうですね。そうですね。あの退院後に初ライブやってたんですよ。そうなんです。僕らこのバンドをね、結成して初めてライブやろうって。初めてライブ、あれはまあこれどうやったかな。アミゴのビートインさんでしたっけね。でやるって言って、しかも無謀にも初めてね、ワンマンライブやったんですけどね。ちょうどその1週間前に心臓で倒れましてね。で集中治療室に入ってるぐらいから連絡も取らない。どうすんやどうすんやどうすんやね。まあお騒がせなこの人バンマスですわ。まあおかげさんで軽く済んでね。あの退院して2日後にライブしましたね。医者には止められましたね。みんなに迷惑かけてあかんよ。なんというそのバンド愛、素晴らしい。そういやね、バンド、これいつも言ってるからバンド愛、愛や。僕らのバンドね、あの 愛に満ち溢れてるんです。うん、これ何遍も言うてるか。初めての人もおるよ。知らん人もおるしね。このバンドね、あの4人バンドなんですけど、みんなあのイニシャル愛がつくんです。ほんま。まあせやな、ちょうどええから、あれしようか、メンバーチェンジちゃう。メンバーチェンジしてどうするんだ。メンバー紹介を、愛をつく人、ピアノ、この人こう言ってるんで、あのこの人もマスなんですけどね、この人を怒らせたらちょっと操られてます。このバンド、この人やったらもう機嫌損ねたらえらいことになる。そうよ。クイーン陽子、岩原陽子です。この中で、我々の中でね、一人だけあのハビゴ奈良在住です。せやけど、かろうじて愛がついてるから、このバンドでとどまってますけどね。石原ひろし。次、問題のバンマスです。しっかりせよ。バンマスで、ホセ、伊勢康俊です。で私は、ボーカルギターの、ラッキー義行です。あ、やっちゃう、ラッキー義行です。なんか今日からなんかゲーム使うっていう話で言ってましたけど、本名は井の坂ちゃんです。ラッキー義行です。現地名ラッキー義行です。アホみたいなのばかり言ってんでね、次の曲を